おならが止まりません。ドイヒーです。最悪の始まり方だよ。今日もマインクラフトを頑張っていきましょうの、その前にトイレ流し忘れてたりしてないかい？そんな話どうでもいいわ。そんなことよりもチャンネル登録よろしくお願いします。今日はマイクラハードコア生活いってみよう。ようやく本編です。と見せかけてまだ始めないよ。もう始めろよ。ここから出してドヒです。そんなところ出られるでしょう。今回はリクエストがあったスポナートラップ作りいってみよう。まあ、またリクエスト来てたからね。必要なもんはよくわからないけど行くしかないね。適当には作れないよ。作り方覚えてったら。そんなの覚えなくたって大丈夫。おならがブー。スポナートラップなんて今まで100回は作ったから覚えてるよ。1回でしょ。嘘つくなよ。仕方ないから作り方見ながらやりますか。そこまでハゲマッチョくんが言うなら。誰がハゲマッチョくんだよ。この先が廃校だったかな。そしてすぐそこにスポナーだ。湧きつぶししたけどもしっかりとしておこう。不意に襲われたら止まったもんじゃないもんね。だけど襲われたら襲われたでメッシュまで最高。最悪だから。はい、しっかりと湧きつぶし。先生の脇も湧きつぶし。先生の脇は潰さないでよ。それじゃあ作業していきますか。まずはブロックとか必要かな。ブランチマイニングしながらブロック集めていうか。おお、ダイヤだ、やだ。めちゃくちゃダイヤ見つけるね。やば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 。運良すぎて。うれうれうれしいな。うれうれうれしいな。うれしすぎてハピ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 ピー。こんだけダイヤあったらもう台無しに使ってもいいかもな。それは絶対ダメでしょうか。まずは何すんだっけな。スポナーの周りを削っていけばいいのか。じゃあここでブロック集まるからわざわざ集めなくてもよかったのか。あ、準備しっぱー。ちゃんとやり方見とかないからこうなるんだよ。ミスもせずに成功した人なんて誰もいないよ。同じミスをせずに成功していけばいいんだよ。キャラに合ってないこと言うなよ。キャラ崩壊、花満開、みんなで抜け出せ学級会。抜け出しちゃったらダメでしょうか。掘る範囲はスポナーの上にます。スポナーの下にます。そしてスポナーの横4マスを掘っていくよ。その範囲にゾンビが湧いてくるっていうことだね。当たり前だの。ブラックマップどんどん削れ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 。ついでに先生の脇も削れ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 。何のためにだよ。こんだけのスペース削るだけなのに結構時間かかるな。もうやってるんだよ。大変かもしれないけど頑張ろうよ。おお、ダメージ食ってる。カチカチお米粒くん、なんでこんなところにいるんだよ。スポナーから湧いちゃったかもしれないね。急に湧いたりしないでよ。もしかしたら角が暗いのかもしれないね。敵が湧き出す、敵が湧き出す、敵が湧き出す。それスポナー、ハゲにかぶせる、ハゲにかぶせる、ハゲにかぶせる。それカツラ。カツラの歌歌わなくていいから。うるせえ、僕が歌わなきゃ死んでるのと一緒だよ。そんなことはないでしょう。スポナーの周りは掘れたので次の作業行ってみよう。その前にスポナーの上にモンスターを置かないようにハーフブロックをつけとけばいいのか。前作った時こんなことしてなかったな。ちゃんと説明読んでなかったんじゃないの。続いてカチカチお米粒くんを流す溝を作っていきましょう。まずこっちから2マス掘っていく。あれ、岩盤出てきちゃった。これじゃ2マス掘れないじゃん。ということはスポナートラップ作れないの。わざわざここまで作業したのに。あ、ちっぺちっぱ。これはついてないね。もうありがとうございます。なんで俺なんだよ。取れ高をありがとうございます。絶対スポナートラップできた方がいいけどね。完全に企画倒れだよ。じゃあ次何しよう。
先生の頭にケチャップをかけよう。なんでそうなるんだよ。他の作業しようよ。じゃあ廃校冒険行っちゃおうかな。ハードコアモードだけど大丈夫？もうやられるのは覚悟の上で行きますか。覚悟しちゃダメだから。気をつけながら脇つぶししながら進んでいきますか。やられたらおしまいだからね。またダイヤ出てきたよ。すごい。びっくり仰天。テストは0点。ツルツル食べれるところ点。ギャグ言わなくていいから。どん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 ダイヤが湧いてきてるよ。ほんと次から次へとだね。怖いけど廃校突撃頼むから、モンスターあんまりいませんように。こんなところでクリーパーとか出てこられたらヤバそうだね。いつ出てくるかわからない。怖すぎだ。お化け屋敷みたいだ。どれぐらい怖いかって、キングボンビーくらい怖いよ。それはそれは怖すぎだ。恐る恐る進んでいく。マグマがあるよ。ハードコアモードじゃなかったらマグマだいぶ確定だね。ハードコアじゃなくてもやらないでしょ。今のところ全然モンスター出てこないな。嵐の前の静けさか。でもゾンビの声はすごいしてるよね。一気に100体を襲ってくるかもしれない。それは出てきすぎだから。この先怖いな。だったらやめときゃいいのにな。しかし僕は取れ高のためにやられるのであります。やられたらダメでしょうが。それじゃ奥へと突き進め。あー敵いないかな、大丈夫かな。おーわーいやり出てこないでよ。あーびっくりした。ボンボンキャベツマン出てきたらもう終わったかと思ったよ。やっぱり危ないからやめといた方がいいんじゃないの。何言ってんだよハゲマル君。ドキドキハラハラするから行ってしょ。あ、来た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 。カチカチお米粒くん、一体で来られたったら大丈夫だ。もう余裕のよっちゃん、89歳。よっちゃんと勝利。早く湧きつぶししないとダメだね。よし行くぞ。あーまたカチカチお米粒くん、どんどん出てくるな。大量に湧いちゃってたのかもね。剣のおかげ、鉄の剣のおかげで次から次へとマイクラ無双。次こそ湧きつぶしだ。ってまた来んの。どんだけいいんだよカチカチお米粒くん。明らかに出てきすぎだね。もしかしたらこの先にもスポナがあるのかもしれないな。そしたら厄介だって、まだ来てるよ。これはもう絶対この先にスポナあるって。ああもうそれはめんどくさい。僕天才、先生の頭は超臭い。そんなにすごいから。さっきのルートからだとどんどんカチカチお米粒くん出てくるから、他のルートを作っていこう。それはいい作戦かもね。でしょでしょ。おお急に来た。ちょっとやめてよ急に出てくるのは。結局こっち側からも出てきちゃうのね。はい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 、やってられません。帰って行くのかよと見せかけてくるのかよ。恐る恐る行くとしますか。怖いな。とりあえず左側埋めておこう。あーこれで右に集中。絶対にスポナー湧きつぶしするぞ。やられないように気をつけて。まだやられたくないよね。もう少し進んでからやられたい。あーもう骨骨骨骨骨もいるのかよ。どんだけ敵出てくんだよ。来たところ攻撃攻撃攻撃、ゴリ押しゴリ押しゴリラ押し出し。早く湧きつぶしないとどんどん敵出てくるぞ。あーもう骨骨骨骨がまだいる。どうすんじゃい。こうなったら石のバリアだ。ここに隠れよう。全然隠れれてないよ。骨骨骨骨もう一体来たよ。もう地獄だよマジで。あー来た。もうくれしくれし、ゴリラ押し出してよいしょ。もう何言ってんのかよくわからんな。次から次やってからよしこれし、ゴリラ押し出し。あー遠く行かれちゃったよ。勘弁してよ。おーチビーチビ来た。チビはもう無理。チビは動き早いからもう強すぎるよ。あー勘弁してやられちゃった。あんたが助けた。あーもう最高。地獄ゴク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 牛乳うめー。もうこの戦い一生続きそうだな。もうキャベツマンまで出てきた。とりあえず
っとあっちの方で爆発させておこう。あれ、蜘蛛の巣に引っかかってると爆発しないのかな。これはラッキークッキー、美味しいし。じゃあ倒していきましょう。爆発すんのかよ。油断禁物だね。油断禁物、バカ禁、お荷物、うまくて美味しい鍋の持つ。ってなわけでスポナーどこだ。おお、あったぞ。場所は分かってから、一旦退散、作戦を考えよう。作戦は突撃して湧き潰しするだけ。そんなの作戦って言わないから。とりあえず松明減ってるから一回作り直した方がいいかもな。それじゃあ湧き潰し大作戦行ってみよう。カチカチお米粒くんはいないか。よっしゃ、突撃だ。おお、一気に湧き潰しできた。だけどいたから一気に退散。そしてこっちに来たところ倒してやる。一体だけならやっちゃんだもんね。ブンブンキャベツマンまでいる。なんでこいつまでついてくんだよ。おーおー、来てる来てる来てる、二人で来てる。どうしようどうしようどうしよう。おお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 お、どうしたらいいんだ。あぶー、焦りすぎだって。もっと落ち着いた方がいいんじゃないの。あんなの焦るでしょ。こっちとらハードコアモードなんだよ。もうやってらんないよ。だったらやめたらいいのに。湧き潰しは終了したぞ。じゃああとはスポナートラップをここで作るためにも周りを湧き潰ししといた方がいいか。スポナートラップ作れそうでよかったね。でもでもまだ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 、油断大敵、ゾンビ宿敵、先生の髪の毛絶望的。まだわからないでしょ。どん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 湧き潰し、湧き潰し祭り、湧き、ああ、ごねごねごね、ああ、なんか落ちちゃってるぞ。ボンボンキャベツの音もする。ああ、落ちて、まあ、馬じゃなくて、助けた。ほんと油断できないね。もう、いつピンチ来るかわかんないから、緊張好調、絶好調。よっしゃよっしゃ。もう緊張してんのか、絶好調なのか、どっちなんだよ。敵が2体以上いると大変だな。とりあえず骨骨骨骨を倒して、あとはボンボンキャベツマンの前に回復だ。回復大事だ。とっとと爆発してくれよ。いつ爆発するのか全くわからない。次元爆弾カードみたいだな。桃鉄の話、もうそろそろ終わりにしてくれ。やっと終わった。疲れたな。疲労困憊、ジュースで乾杯、うまくて美味しいアップルパイ。ギャグ言わなくていいから。もう疲れちゃったから今日は終了しようかな。そして次回スポナートラップを作っていこうかな。というわけで今日はここまで。よかった声かお願いします。それじゃまたお会いいたしましょう。バイバイバイ。パンパラピー。